ちょっと待ってくださいね。ちょっと今これシャツをね、ズボンに入れますね。こんにちは。キュンキュンしたーい。ってことで、突然何ですかっていう感じなんですけど、どうもこんにちは、萌子です。最近キュンキュンしすれなす、最近キュンキュンしてなさすぎて、やばいよって自分で自分に SOS みたいなのを出してまして、でね、ミラーニューロンって知ってっか？霊長類などの高等動物の脳内で自ら行動するときと他の個体が行動するのを見ている状態の両方で活動、電位を発生する神経細胞である。何言ってるか分かんないんだけど、簡単に言ったら多分だけど、ミラーニューロンって何？そう、他者と自己の区別をしない神経細胞らしいの。人は新しいことを身につけるとき、人の動きを自分のことを、大体の世の中のことなんて大体よく分かんないの。ごめん、ちょっと説明は分かんない。ちょっと検索して。ごめん。うまく説明できない、私には。キュンキュンをみんなから、簡単に言えばもらおうってことで、それで私もキュンキュンして、なんか素敵なキュンキュンすることが起こるんじゃないかなーとかって勝手に考えて、難しいこと言ったけど、ただ単に、みんなのキュンキュンをもらいたいだけ。それで、インスタでキュンキュンを募集したの。それでね、それをね、ちょっと読んでね、たしなんでいくにはさ、お酒が必要じゃないって言って、ドーン。まさかのほろ酔い、ごめんなさい。私ね、10年前ぐらいからお酒を飲んでおりませんくて、これ別に飲み出したらとんでもないことになるからとか、暴れ出すからとか、禁酒してるわけじゃなくて、ただ単にお酒がそんなに得意じゃないよっていう話で、飲んだらね、顔が真っ赤になって、なんか眠くなるだけなんで、そんなに楽しくないっていう。なあ、飲むなーって感じなんですけど、やっぱね、恋バナには お酒でしょって言って、ほろ酔いを、そう、アルコール 3% だからいけるだろうって、多分ね、10年前ぐらいもほろ酔いを飲んでたはず。で、ちょっと皆さんと大人な感じで恋バナを語ろうじゃないみたいな、私の語るものはないんだけど、って感じで、おつまみも、おつまみというかおやつも用意しました。こんな感じで、ドライマンゴーと、ファミマでね、買ってきました。5種のナッツフルーツと、ガーナのプレミアム生チョコレート、開け方すごいよ、みたいな感じなんですけど、と、あと、こんな贅沢1粒2層のストロベリーチョコ、はい、最高、を、ちょっと、おつまみに用意してみました。で、これなどをね、つまみながらね、皆さんのね、キュンエピソードをね、ちょっともう、ありがとうございます。皆様協力していただいて。ちょっとね、朗読させていただきますね。私が朗読させていただくと、皆さんもね、ミラーニューロンをね、どんどん活性化してさ、もうなんかキュンキュンしちゃおうぜ、みたいな企画です。はい。なんか全部最高だったけど、全部は読めないんだけども、ちょっとまず、お乾杯いたしましょうって感じで、入れてきますね。10年ぶりのお酒を。何もう缶すら開けれなくなってきてんの、私。怖いんだけど、爆発しそうで。ついていきまーす。ちょっと皆さんもね、お酒片手に、何でもいいんですけど、何片手でもいいんですけど、飲みながら、よかったら見てくださーいって感じで。ってことで、いただきません。乾杯ティン。マジで久々すぎてさ、これどうしよう、すごい酔っ払ったらごめんね、このなんか、動画内でなんかもう、イエーイみたいな感じになったらごめんね。あ、でも全然、なんか炭酸っぽい。普通の。これ炭酸も入ってんだ。ね、これとかやばくない？エスカレーターで絶対に下側に来てギュッしてくれる。え？え？待って、やばいんだけど。何？え、何？落ちないようにってこと？何？最高じゃん。え、私さ、エスカレーターからさ、落ちかれたことあるんだけどさ、一人で。え、何？え、最高じゃん。落ちた時に支えてくれるってことでしょ？多分だけど。私が、うわーって落ちたら、自分の話にしちゃってるけど、この書いてくださった方の話なのに。転げ落ちそうになったら、おい！止めてくれるってことだよね。何なの？最高じゃん。私の後ろにも並んでくれよ。何もう。何ギュッてしてくれるってどういうこと？え、下からってこと？下からギュッてしてくれるってこと？何もうすごい詳細が知りたい。詳細知りたい。乾杯。え、何もなんか楽しくなってきた。ちょっとね、イェーイ。だいぶタイプの上司に突然名前で呼ばれたこと。数年前だけど思い出すだけでまだ全然ときめく。何さ、突然名前で呼ぶの？え、何の変化？心情の変化？え？いい感じだよな、俺たち、みたいな感じだから呼んだってことなのかな。ないとさ、なんかさ、全然何にもないのにさ、そのいい感じの雰囲気ないのにさ、名前突然呼ばれたらなんかマジびっくりしてない？でもどうしたってなりそうじゃない？わかんない。え、待って、すごいんだけど、みんなすごいんだけど、何？名前で、え？え、何？え、生で呼び捨てかな？何々さんみたいな？私だったら萌子さんみたいな呼ばれたってことかな？萌子だったらやばいよね。え、もう付き合いますか？みたいな感じになるよね、そうしたら。え、何？何なの？なんか、上司っていいよね。
わかんないけど、私さ、あんま上司とか行ったことないからさ、あんまっていうか、私、在宅勤務だからさ、上司とか、そもそも上司とさ、顔合わせることがないんだよね。なんなの？え、最高じゃん。え、めっちゃいいじゃん。数年前だけど思い出したけど、全然まだときめけるんだよ。最高じゃん。それかなりのときめき度高しだよね。ちょっと待って、私だって、人生ときめいたこと、キュンとしたことさ、この5種のナッツ&フルーツめっちゃ美味しいんだけど、マジでおすすめ。めっちゃ美味しい。これファミマです。パーソナルトのとわパどうしたって。パーソナルトレーナーの手が私の手を包むとき、かっこパワー足りなくて持ち上げられなくて補助は最高なんだが。パーソナルトレーナー、いいなー最高じゃん。みんなめっちゃキュンキュンしてんじゃん。パーソナルトレーナーって何？私だけのトレーナーなんだよね。なんかさ、私さ、パーソナルトレーナー一回やったことあるけど、ね、そのね、パーソナルトレーナーもすごいかっこいい人だったの。キッとしてて、かっこいい人で、だったんだけど、でもさ、そっからさ、恋愛って発展するのって、どうしたら発展するの？そっから。どっちかがさ、あ、うまこれ。これうま。プレミアムガーナー生チョコレートうますぎてやばいです、これ。硬いチョコの中に柔らかいチョコが入ってんだけど。どうやってさ、なんかさ、その街で会う人っていうか、トレーナーさんとかとさ、まあ、この方が付き合ってるわけじゃない。その方と付き合ったってわけじゃないんだけど、トレーナーさんと。どうやってさ、あ、でもナンパとかがよく聞くよな。ナンパ、多分ナンパしたりするんかな、今の時代。結構ナンパってハードル高くない？いいなと思ったら声かけるの、レベル高くね？なんか私に多分今ミラーニューロンガンガン効いてて、私めっちゃキュンキュンしてる、多分。待って。やばくないこれ。誕生日ディズニー。近くのホテルを予約したと言っていたのに、本当はディズニーランドホテルの美女と野獣ルームを予約してくれてた。お部屋には手紙とバラがありました。なんでそんな一回嘘つくの？かわいい。なんか普通のホテル取ったよ、みたいな感じで言ってるくせに、美女と野獣ルーム？何？美女と野獣ルーム？わかんないんだけど、私その美女と野獣ルームさえもわかんないんだけど、何？美女と野獣がテーマになったお部屋ってことかな？絶対高いよね。お高いとこだよね。何？手紙とバラ？Help me. やばいじゃん。手紙とバラ？手紙って何が書いてあるんだろう？大好きだよ、みたいな。うまっ。これうまっ。待って、最高なんだけど。もう結婚じゃない？もうそんなことしてくれる人は結婚じゃない？もう普通に。結婚しましょうじゃない？もうそこで。私泣けるんだけど、多分そんなんされたら。なんかありがとうの極みすぎて。だって私のことを考えて手紙書いてくれたってことでしょ？やばくない？しかもさ、どういうこと？先にホテル入ったってこと？まあいい、そんな現実的な話はどうでもいい。ロマンティックな話だからそんなのはどうだっていいんだよ。マジですごい。そんな完璧彼氏いるんだね。やばいね。毎日朝起きたら今日も可愛いって言ってくれるところ。ちょっとやだー。なんなわけ？何？今日も可愛い？毎日可愛いってことだよね。でも、しかもさ、毎日朝起きたらってことは、すっぴんの状態で言ってくれるってことだよね、多分。化粧した私じゃなくて、すっぴんの私で、可愛いって言ってくれることでしょ？はぁ、なんだべ？なんかもうさ、逆に可愛くなってきそうじゃない？なんか、可愛い言われたらさ、なんか本当に可愛くなるみたいな、あるじゃん。なんか聞くじゃん。なんか、植物にさ、毎日さ、褒めながら育てたら、マジでなんか、めっちゃ育つみたいな。知識が浅い。なんかそういうの聞いたことあるわけ。でも絶対さ、言われた方も嬉しいしさ、機嫌も良くなるし、なんかその笑顔にもなってより可愛くなるよね、絶対。中学の時、大好きな先生、かっこ普段はクールが頭ポンポンしてくれました。いい。なんかさ、女子ってさ、多分結構先生って結構、なんていうの、憧れだよね。なんか先生に対して。女子って学生の時なんか年上すごい好きじゃん、なぜか。なぜだろう。私も中学校の時にめっちゃかっこいい先生いて、普通にめっちゃ好きだったもんね。なんか、好きというか、憧れみたいな感じで。さすがに年齢離れすぎてるから好きっていう感情ではないかもしれないけど、恋愛的な。やばいよね。何？普段はクールなのに、なんで頭ポンポンすんの？何があったらそうなるの？どういうタイミングこれ？どうやったらポンポンしてくれるの？頭突き出してやろうか。高校の時、男子に私の飲み物を一口ちょうだいって自然に間接キスされた。かっこ友達なら普通なのかな？普通じゃない！わかんない。今時の男女はわからないけど、私だったら、え？ってなるよ。一回、ん？ってなるよ。あ、でも、いや、でも、その、気づかれ、え、なんて、わかんない。友達だ、なのかな？友達、とか、なんなの？マジで最高じゃん。最高オブ最高じゃん。もうチョコが進むんだけど。みんなのエピソードが最高すぎて。変な喋り方。今、チョコが喉にくっついて変な喋り方になったけど、ほんとそれぐらい最高ってこと。泣いてた時、好きだった人に頭をポンポンされた時。
ポンポンしに来いや。マジ最高なんだけど、でもね、この年になるとさすがに頭ポンポンってないのかな、多分。もう。なんか、年下の女の子にやるイメージじゃない？別々でバイト上がったのに、待っててくれる、逆方向なのに、車で家まで送ってくれた人が今の彼氏。よきーよきーマジでさ、なんなの？なんかさ、やっぱさ、優しさだよね、結局。結局優しさを見せてくれた時が一番キュンとするっていう話じゃない。少女漫画とかでさ、結構さ、なんか意地悪男子とかいるじゃん。多分あれ、実際いたら多分そんなウケないと思うんだよな。多分優しさ男子の方が、優しさ 100% 男子の方が絶対ウケると思う。私が男子になったらそうする。10年前にバイト先の先輩に真冬手を掴まれてめっちゃ冷たくなってるじゃんと手を握られた。え、待って、そんなことってあるの？そんななんかさ、ドラマみたいなさ、もう北川景子じゃん。え、そんなドラマみたいなことあんの？本当に。この世には。ファンタジーじゃん。え、なんか最高なんだけど。なんか夢が持てる。なんかそういうことがこの世にあるんだ、みたいなことを知れて。本当にありがとう、みんな。私に勇気と愛をありがとう。なんかどれ読んでもさ、キュンキュンするんだけど。やばいね、みんな。キュンキュン大魔王だね。すごいんだけど。え、なにみんなドラマの中に生きてんの？なんかドラマの世界に。今年はさ、一回ぐらいキュンキュンしたい。一回でいい。いや、一回とは言わない。いくらあってもいい。もうこのキュンキュンで酔ったのか、お酒で酔ったのかわかんないんだけど、酔ってきました。ってことで皆さん、本当にありがとう。マジでキュンキュンした。多分今、ミラーニューロンガンガンに当たれてると思う。私の。今年はキュンキュンしたいって思えた。なんかさ、こういう話聞くだけでもいいよね、マジで。なんていうの。人の幸せの話ってさ、マジで幸せになるのよ。聞いてる方も。めちゃめちゃキュンキュンしたのですが、今年は、私も、キュンキュンがあると願って、よろしくお願いします。よろしゅう頼ます。ってことで、皆さんもキュンキュンしてくれてたら嬉しいです。アンケートに答えてくださった方、本当にありがとうございます。全部読めなかったんですけど、皆さんのやつに全部キュンキュンしてます、本当に。本当にありがとうございます。ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。ほんじゃー、またの。バイー。